今回は3月29日の調整で突撃ダメージボーナスの情報修正されたコラボカードの等を紹介。武力プラス5に速度プラス110と同じ 2.5 コス式の超絶規模の強量や報徳より高い速度上昇、さらに乱戦時にも速度が下がらない突破効果が付与されるよ。この時を待ってたぜ。ポテンシャルが高いけどこの突破の効果がくせになる。乱戦中や突撃直後にも相手の槍に迎撃されてしまうことから、メリット以上にデメリットが目立ってしまってたのが情報修正につながった理由と思うよ。そのことから塔をメインにするなら難関させるのが難しそう。鉄砲もリア・キラ・モリナ苦手なデッキに採用して塔で相手に使っていくのが強そうかな。ここは任せた。くそ。撃つよ。許さん。撃つよ。発射。流派発動。一の方かすり傷だ。矢ごときに屈する我ら山の民ではない。よっしゃ。どうした、こっちは遊び足りんぞ。面が分かんなくなるまでぶん殴ってやるぜ。擦り傷だ。撃つよ。流派発動。三の肩。遊び足りんぞ。横に展開する。敵の弓兵を始末するぞ。騒ぎ立てるな。やめておこう。全軍一丸となって邁進する。前期解放。
横に展開する。敵の弓兵を始末するぞ。許さん。無理。逃げ時を過ぎていた。俺が行く。織田の当主は私だ。撃て。もはや全ては救えぬ。撃て。する我ら山の民ではない。ここまでか。発射。騒ぎ立てるな。戦に関わり方。かすり傷だ。ここは任せたぞ。横に展開する。敵の弓兵を始末するぞ。呪縛の条件は武力の低い部隊を対象にするから、まずよ、とうとう織田信勝の直線上に出して飛来侵入するよ。バカだ。今日はやめておいて。今回は2試合やるよ。なくなるまでぶん殴ってやるぜ。俺からの挨拶代わりだ。流派発動。
3の方。かすり傷だ。横に展開する。敵の弓兵を始末するぞ。しくじったか。うさん。ここで私を始末したかったんでしょうけど、そうはいきません。ヨシテル様、無理。下れ。裏が分かんなくなるまでぶん殴ってやるぜ。流派発動。一の方。矢ごときに屈する我ら山の民ではない。ここまでか。負けた。流派発動。二の方。下れ。撃つよ。これが国を守るということだ。俺からの挨拶代わりだ。誰？騒ぎ立てるな。居座ってこうお願ったけど、ここは酔いたんまでよかったな。二の方。許さん。黙って貴様らは敗者として。ご視聴ありがとうございました。